ていればやがて本土から来る迎えの連中の目に嫌おうなく入るだろう。そうなればここにいる誰もが得をしないぞ。我々の申し出を受けて早急に黄金を隠すべきだ。アンジェロ少尉は日本政府やイタリア政府にはどうしても知られたくないみたい。彼は自分が与えられた任務に最後まで責任を持ちたいみたいよ。つまりどういうことか。何割かを口止め料として与えてでも島内に地中深く埋めることを望んでるわ。もちろん下士官たちには異論もあるみたい。5割は問題外だと憤慨してるわ。後ろ見、イタリア人たちの感触はどうだ。彼らも黄金がこれ以上の人目につくことを望んでいないようです。しかし取り分に異論があるようです。少尉は1割ならば検討できると言ってるわ。無論山本中尉がそれで納得しないだろうとも言ってるけど。後ろ見や、イタリア人の返事はいかに。1割なら検討すると。1割か。それはつつましやかな提案だ。いいだろう。なら1割を譲ってやろう。四分六だ。これ以上は譲らんと伝えろ。しかし疑問だ。アンジェロ少尉が誰にも黄金を渡したくないなら沈みゆく潜水艦に任せて沈めればよかったはず。どうして荷上げを。考えたくはないけれど、命令が遂行不能になった時点で少尉はこの黄金を横領することを考え始めたのかも。彼は今下士官たちに軍人としての意見と祖国に家族が待つ一個人としての意見を聞きたいと言っているわ。堅物の下士官たちが激高してる。奴らの返答はいかに。後ろ見や。ビーちゃん、周囲が返事を求めてる。考える時間が欲しいと言ってるわ。私はあなたと話せたから気が紛れてよかったけれど、他の人たちはそうじゃないの。とても長い航海の果てに大勢の仲間を失って
極限状態でここにいるわ。唯一の心の拠り所だった任務ももはや喪失してる。どうすればいいのか彼らも分かってないの。注意、彼らは時間が欲しいと言っています。いいとも、大いに議論したらいい。しかし時間はないぞ。隠すとなったら時間と手間がかかる。明日の正午までに結論しろ。異常だ、イタリア人ども。回答期限は明日の正午だそうだ。注意、まるで脅迫だ。少尉は全員の意見を聞くと言ってるわ。感触は多分難航するわ。少尉自身は山分けもありえると考えてるみたいだけど、下士官や他の仲間たちは多分反対するわ。みんなこの極東までの航海で大切な仲間を大勢失ってる。彼らは頑なに祖国への忠誠を貫きたがってる。注意の申し出は断ると。断ってもどうせ黄金は誰かの手に渡るわ。何も残らないならせめてインゴットの一本ずつでも密かに持ち帰ろうという少尉の言い分に同調者も出そうだけど、こういう時の男って勢いだけが迷走するわ。私も見当がつかない。イタリア人たちの胸中は複雑でしょうね。彼らにとって降伏後のイタリアは敵国同然だろう。黄金をそのイタリアに返還するのは彼らの長い旅路を全て否定するのと同じだ。しかし黄金を着服して山分けすることも彼らの旅路の否定になります。彼らが義理立てすべき祖国はすでに滅んだ。その時点で彼らの旅路の意味などもう失われてる。気の毒な話だ。どうせ意味のないことならインゴットの一本でもありつけた方がまだマシだと。損得感情で言えばそうなる。そうならねえのが男ってもんだがな。反対です。死んだ戦友たちのためにも断固軍人魂を貫くべきです。貫くとはどういうことか。この島に黄金を隠せということか。東洋人たちの申し出を受けるということか。東洋人たちは信用できません。特にあの山本という男、断じて油断できません。黄金を荷上げして日本人たちに見られたのはやはり失敗でした。艦と共に沈めるべきでした。日本人の基地で沈めてどうする。やがていつかは引き上げられる。隠したことにはならない。いずれにせよこの島から黄金を誰にも知られずに運び出す方法はない。洋上で名誉ある自陳を選んでいたらこんなことには。艦のダメージが致命的だったことがあの時点で分かっていたら、どうしてあの時少佐は日本軍に救援要請を。日本軍にこの黄金のことを知られたら少佐はどう任務を遂行するつもりだったんだ。少佐が救援要請を出した時点で我々の任務はもう失敗していたんだ。諸君にも祖国で待つ家族がいるはずだ。そして極東の島国までよく後悔に耐えた。それに対するこれは正当な報酬なのだという考え方もある。あの時日本人に助けなかった。絶対に反対だ。死んだ親友たちが浮かばれない。なんでこんな目に。少尉、日本人が友好的でない場合我々は最終的解決手段を辞さない覚悟が必要です。伍長、最終的解決手段とは何か。日本人たちはたるみきっています。実戦経験もない腰抜けばかりです。我々は精兵です。すでに基地内の間取りのほぼ全てと日本人の人数配置状況は把握しています。少尉の命令があれば短時間で制圧できるでしょう。戦闘員と思わしきは山本を含めて数人程度、残りは軍属の作業員風情です。上辺の人数は日本人が上ですが、実質兵力ではこちらが優位です。日本人を殺せば迎えの船が来た時それをどう説明する。ごまかしようがないぞ。死体さえ見つからなければどうとでもごまかせます。少尉、この基地を制圧するのは容易です。山本以下主要な兵士数人を殺してみせればあっさりと作業員たちは降伏するでしょう。彼らに黄金を運ばせ地中に埋めましょう。もちろん彼らの口は永遠に塞ぎますが。日本人たちを皆殺しにするということか。殺しましょう。全員殺せば
黄金のことは誰にも知られずに済むのです。グラナダクソったれ、不発だ。イタリア人どもを殺せ殺せ殺せ。応戦しろ、各自自由発砲。幸運な犠牲だ。あの手榴弾が不発でなかったら全員死んでる。上位、ご命令を。やむを得ん、日本人は殺せ。注意、あいつならできます。この連中ただの船乗りじゃねえ。なるほど、黄金の番人を任されるだけの兵士ということか。人数はこちらが上だ。焦らず囲んで殺せ、イタリア人狩りだ。平岡兵曹、
田島君、何があったんだ。逃げろ。殺される。Ugh!